日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらミスタードーナツの新作エンゼルフルーツ3種類、あまおういちご、瀬戸内レモン、そして関西限定の大阪産デラウェアを食べたいと思います。まあ本当はあと1種類メロンもあるんですけど、先日のスタバと同じ理由で私はメロンがダメなので今回はパスさせていただいております。まあ嫌いなものを無理やり食べても意味がないと思いますので、ではどれから食べていこうかな。ミスタードーナツのエンゼルクリームは軽いクリームがさっくりとした生地がいいんですが、それにフルーツが入るとどうなるのか。通常のものと違って輪切りになってるのかな。ではちょっと代表としてイチゴに顔を見せてもらいましょう。中はおっとどう、イチゴジャムみたいながいっぱい入ってますね。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。どのフルーツもクリームや生地のさっぱり感とよく合っていて美味しい。しっかりと甘さや酸味が口の中に広がってきてくるのよね。限定品と言わず年中販売していてほしいです。そして別のフルーツでもまた食べてみたいな。クリームにフルーツを混ぜ込むのとはまた違った美味しさがありますね。どれもまず共通している生地とクリームはどれも食感がサクッとしていて、中から濃厚で甘めのクリームが広がってきました。だけどそんなにしつこくないので軽くいただくことができましたね。その上で各フルーツですが、あまおういちごはなんだろうな、今回に食べた3つの中では割と地味で他に比べると見劣りするかな。まあいちごの甘酸っぱさはあるのですが、他の2つはそれ以上にすごかったんですよね。レモンの方は爽やかな酸味が口の中にシュワーッと広がってきてさっぱりといただきましたし、デラウェアの方は甘くて濃厚で、なんだろう、いざ本当にブドウの果実を食べているようなそんな気持ちになりました。なのでマホイチゴがもう美味しかったですけど、他の2つはそれよりさらに上回ってきたのでよくすごかったです。今も味もいましたが、あまおういちごはちょっと他より甘さも酸っぱさも見劣りするかなと思いまして、と思ってレモンの方は酸っぱさ、酸味が強く、甘さはデラウェイが強くっていうので、ここはお好みですね。自分は今回食べた中だと好みとしてはデラウェイなのですが、これは関西限定なのでレモンを代表としていただいて5点にしておきます。やっぱり甘酸っぱさは結構さっぱり、ね、しているのでドーナツ生地とよく合うんですね。それではカザハナの強情っぱり水流れず、水に流してはくれないんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。